こんにちは、サラです。今回はですね、ロフトでじゃーん、2万ちょいぐらい爆買いしてきましたので、購入品を紹介していきたいと思います。早速紹介していきます。上にあるやつからまずこちら、秒でなくなるメイクアップスポンジ三角形ロフト1000倍パフです。もうこういうパフはいくらあっても困りませんの でちょうどなくなったので買いました。はい、そしてこちらちょうどなくなってるもの多いんだけどちょうど入浴剤なくなって、シリカラグーン、美のミネラルシリカ含有美肌の湯、こうなんかしっとりしそうなパッケージの可愛い入浴剤があったので買ってみた。はいはい、そしてこちらドドシカ NS プライマー01クリアミント、化粧下地ですね。赤みを落ち着かせるミントカラーで、シカ成分配合、毛穴のデコボコテカリブロック、メイクの上からも使える下地を買ってみました。結構ねパッケージがリップグロスぐらいのサイズでめっちゃ小さいです。でもうちょっとね緑かなと思いきや控えめ緑で、塗り心地はあのシリコン系のなんか毛穴埋めます的な感じで、すごくねサラッと仕上がるんですけど、テカリブロック感はそんなないですね。程よくしっとり表面サラッとみたいな感じでございました。そして次こちら、もうちょうどなくなってきているどんだけなくなってんだよって感じなんですけど、デジャビュの塗るつけまつげ地まつげ際立てタイプ、はい、これを追加購入しました。はい、そして次こちら、アクアシャボン UV ジェルウォータリーシャンプーの香り、日焼け止めですね。ポンプタイプで SPF42PA3+、 体も顔も使える。これね店頭でテスターで使ってめっちゃよくって、デイリー向けなんですけど、色がブルーで可愛いのと、ね、めっちゃいい匂い、シャンプーの湯上がりのいい匂いで、で伸ばした時はすごいみずみずしいんですけど、時間が経つと超サラッと、なんか本当に日焼け止めですかっていう感じの仕上がりになって、めっちゃ快適。はい、そして次こちら、ネイルに埋め込むホログラムなんですけど、もうね細かく切れてるから、ちょっとハサミでカットするだけで簡単に爪にオーロラを仕込めるフィルムになってます。で私が買ったのがクリアパープルとブルーピンクを買いました。で私普段サロンでプロの方にお願いしてるんですけど、これをサロンに持ってって、これを埋め込んでくださいって言おうと思って買いました。こう最近流行りの爪全体キラキラさせる氷ネイル、アイスネイル用のシールと、あとこれですね、めっちゃ可愛い仕上がりイメージ、こんな感じです。はい、そして次こちら、ちょっとネイル関係多め、ネイルブラシ、このね爪の裏側とか汚れたまりやすいので、爪の間もしっかり洗う用のブラシ、こうやってね使うやつです。であとねネイルのニッパーですね、ささくれとか切る用のやつ。であとこれ、ちょっと夏だからサンダル履くし、フットネイルをちょっとやってみようと思って、この甘皮を処理するスティックを買いました。でこれがなんかすごい気になったんですけど、マイシスタートリートメントネイルカラー S07 シアーライラックっていうアセトンフリーお湯オフ速乾無臭でお湯でオフできるペンタイプのネイルカラー、これちょっと足の爪に塗ってみようと思います。やっぱさ、その仕事柄ネイルできないって人とか、まあ、あとマニキュアしかできないって場合があると思うんですけど、マニキュアもさ結構ラメが入ってたりすると落としにくかったり、なんか落とし忘れたり、まあ、落とすのがめんどくさかったりとかあるじゃないですか。
これがうまいこといけばそういう方々にいいなと思って、今ね足の爪に塗ったんですけど、このね07番がなんか思った10倍ぐらい薄くて、もうちょっとしっかり色をつけたい人はもっと濃いめの色をおすすめします。でもね本当に匂いない。あとめちゃめちゃ簡単に塗れます。ほんのり爪に血色感出た。結構たっぷり塗るのがコツかもしれない。でこれを乾かしている間に次のを紹介していきます。お次こちら、タングルテイザーの濡れ髪用ブラシのミニサイズを買いました。プールに行く機会が結構多くって、ツイッターとかインスタとか TikTok とか見てくださってる方は分かると思うんですけど、5メートルのダイビング用プールに素潜りするっていうのにハマってて、なんかスキンダイビングっていうんですけど、そのスキンダイビングに最近ハマってて、こうプール上がりってすごいね髪の毛がぎっしぎしになるので、ちょっとそれ専用のこう持ち運び用のブラシ買おうと思って買ってみました。でなかなかこういうサイズのブラシってないので、ちょうどよ、すごいちょうどいいの見つけた。このブラシの目が細かいから前髪とかも溶かしやすいし、これね早速持っていきます。今ね手の甲に塗ってたんですけど、これ乾いてる、厚みもちゃんと出る。これちょっとクレンジングで落としてみよう。ペリって剥がれる、楽。結構たっぷり塗れば発色してくれる。ちょっと二度塗りした足を遠目でお見せします。はい、見える。こんな感じ。え、よくない？これめっちゃ楽なんだけど。はい、そして次こちら、コージーアイトークのハイブリッドフィルムスーパーマット。コージーのアイトークといえばくっつくタイプのアイプチを思い浮かべる方多いと思うんですけど、それの非接着型が出ました。で今日ね使ってます、両目とも。わかる？目頭の方に使ってます。でこれ結構マットで硬さもちょうどよくてめっちゃ使いやすかったので、この非接着型のアイプチ普段愛用してる方ぜひチェックしてみてください。はい、そしてこれ買ってみました。デイジードールブローライナーの BR02、 マリークワントのロフトで売られてるちょっとプチプラ版みたいな、これね気になっててちょうど見かけたので買ってみた。はい、こんな感じ。これがパウダーとブラシとペンシルの3ウェイタイプです。丸い、楕円形じゃなく普通の丸い芯。はい、ペンシルね、すごく硬すぎず柔らかすぎずめっちゃ描きやすいし、このねパウダーも使いやすいし、ブラシついてるし、え、全然普通に使いやすい。でこれがなんと1300円なのでエクセルよりも安いんですよね、意外と。ぜひこういう3ウェイ系がお好きな方チェックしてみてください。はい、そして次こちらです。ブレンドベリーのオーラクリエーション LA102 ザクロ&シュガリーピンク。あ、イチゴじゃね？めちゃめちゃイチゴじゃない？ザクロだった。はい、中身こんな感じです。はい、腕に塗るとこんな感じです。
レッド系、ピンク系、あとオレンジ系がまんべんなく入ってて使いやすい。この透け感のあるオレンジラメめっちゃ可愛い。で今日ね、下まぶたにこの赤いやつをね薄く入れてまして、こんな感じです。オレンジラメ目頭に入れてみます。あ、かわいいかわいい。あ、めっちゃいい。なんかね、これ以外そんなに濃くないので、なんかニュアンスチェンジに良いです。はい、そして次こちらです。これね、渡辺直美さんご愛用のセフィーヌのファンデーションなんですけど、めっちゃお得。2021年サマーセットのオークル100番を買ったんですけど、シルクウェットパウダーのハーフサイズとハーフサイズケース、スポンジ付きとパウダーメイクアップスポンジがセットになったものです。2990円、税込み。 SPF30PA3+ です。で、私が買ったのがこれ明るめの方かな。もう一個暗めのカラーのセットがありました。あのね、量がねちょうどいい、これで十分なんですよ。しかも持ち運びにもいい。で、これね実際に使ってみたんですけど、これ水なし水あり両用タイプで、まず水なしで使った感想が結構ね、粉が固めでしっかりこすらないと取れないですね。で、これが水ありで今日仕上げてるんですけど、なんか私の使う前の想像だとめっちゃカバーしてくれるっていうイメージだったんだけど、なんか素肌感はありつつもすごい薄膜でフィットしてカバーしてくれて、よれにくいっていう感じ。水なしで使うとこんな感じ。まあ、水なしでもカバーはしてくれるんですけど、やっぱり水ありの方が本領を発揮してくれますね。アルビオンのパウダーファンデーションが好きな人はこれもね好きだと思う。はい、そして最後こちら、クシェルヨットフレグランスボディシートシェルグラン。もう本当にね、私背中の汗がやばいので買いました。この、ね、水色とピンクの組み合わせでいいよね、可愛いよね。パウダー配合でひんやりサラサラな素肌へ導きます。このね、香水持ってるんですけど、すごいいい匂い。あ、もうわかるもん。これは早速持ち運び用として使いたいと思います。まあ、これもね、同じような香りですね。これとね、結構匂い似てる。はい、ということでいかがでしたでしょうか。ロフトの爆買い購入品紹介でございました。ぜひね、気になるものがあったら、チェックしてみてください。ということで、チャンネル登録と Twitter と Instagram とオリジナルコスメブランドミラジェムもよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。サラでした。